アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、教官が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりてです。令和6年10月27日、場所は長野県にあります長野、運動公園陸上競技場に、現在、その今日構えとさせていただいております。こちらの方でこれよりこの信州におきまして長く続いておりますボールゲーム善光寺ボールの一戦、 JPFF オーシャンボールトーナメントの一戦でもあります長野ブルーパーズ対静岡ファルコンズの一戦がまもなく試合開始時を控えております。試合開始10時キックオフとなっております。現在フィールド上両チーム、一旦開けた形になりまして、オープニングセレモニーに控えてといった格好になっております。本日の長野県非常に快晴に恵まれております。若干は雲がたなびいておりますが、しかしいかにも山間部にあり、山岳という形の非常に風情ある風景を醸し出す、そのような秋の長野県の風景、気候となっております。私が住んでおります兵庫県からしますと若干肌寒さはありますが、しかしむしろこれはアメリカンフットボールであるにふさわしい環境というふうに思います。非常に素晴らしいフットボール日和という形で表現させていただきたいと思います。さあこの善光寺ボール非常に歴史ありまして、その回数今回が39回目となります。その最初におきましては、X リーグに現在もチーム残っておりますオンワードオークス、現在の、相模原ライズの前身になります。このチームと、当時、流星を誇っておりましたレナウンローバーズが、そのこけら落としとなりました。非常に豪華な顔ぶれでありました。その顔ぶれは変わりましたが、しかし、そのウォールゲームは現在も続けられており、本日はこの JPFF の一戦、そしてその後に控えます東海学生リーグの一戦が、一部の一戦が行われる予定になっております。さあその最初の一戦という形で、構えます両チームご紹介させていただきたいと思います。まず本日はホームチームという形になりまして、手前側に陣取る形になります。ホームカラーのネイビーをまとっております長野ブルーパーズです。長くこの、長野県にチーム在籍ありまして、その、県に振るっております、プライベートリーグのチームであります。その力は非常に、名だたる力を発揮しておりまして、2015年にはこの中日本の地にありまして、そのオーシャンボールを制覇し日本一を獲得しました。その再来を求めんとこの一戦に、今回も陣取ってきております。それを迎え撃つ形、あるいは対抗する形で本日はアウェーバックスタンド側に陣取りますのが、本日はホワイトをまとっております静岡ファルコンズです。こちらも東海地区静岡唯一の社会人チームとしてプライベートリーグに参戦しておりますが、シーズンにしますと、2年前のシーズンです、オーシャンボールトーナメント出場を果たしました。中日本地区の第3の勢力としまして、その名を全国に轟かせ、再びその地位を取り戻さんという形でこの一戦に挑みます。中日本地区は、アメリカンフットボールにおきましては非常に重要なポイントに、プライベートリーグにおいては非常に、現在注目のポイントになっております。一般的にアメリカンフットボールは社会人および学生の印象からありまして、首都圏そして京阪神の両局にあるとその中心を思われがちになりますが、プライベートの位置においては別です。その関西勢を圧倒する形で近年 中日本地区のチームが常に、オーシャンボール出場を果たしております。しかしそのオーシャンボールに幾度と出場しながら、しかしその制覇になったのは1チームだけです。つまりそれを成し遂げたのが2015年の長野ブルーパーズでした。皆様この長野を追いつかんと他のチーム力をつけまして、現在中日本勢力を伸ばしているという形になります。第1試合、
進を果たしました。さあその試合に先立ちまして両チームの代表の方に、それぞれのチームのご紹介とこの試合の意気込みを、インタビューさせていただきましたのでそちらをご覧いただきたいと思います。ただいまより第39回善光寺ボール第1試合長野ブルーパス対静岡ファルコンズの第1試合が始まります。試合に先立ちまして善光高校キャプテンが中央に集まりまして善光高校のポイント層を行います。両チームの代表選手、この試合にかける意気込みあふれるインタビューありがとうございました。さあいよいよ試合が始まる形になります。両チーム首脳陣進み入れましてこれよりコイントスに入ります。手前側に陣取りますのがホームチームとなります。ネイビーまといました長野ブルーパーズ、奥側がアウェーのホワイトをまとっております静岡ファルコンズです。前半静岡レシーブ、長野ブルーパーズキックオフ、静岡ファルコンズリターンで試合が始まります。コイントスの結果、長野ブルーパーズのキックオフ、この試合が1クォーター12分の試合開始になります。チーム劇を飛ばしましてこれより試合開始となります。まず試合は長野ブルーパーズのキックオフで始まる形になります。キックオフキッカーは9番の高松が務めます。対して静岡ファルコンズはリターナに8番28番を配置する模様です。8番は岩堀、28番は岡本です。さあ始まりました。キックオフはさあ静岡痛い入った9番高松君、左側つきまして自陣30ヤード付近を確保しこの位置から静岡の攻撃となります。しましてアメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃を継続するか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは静岡自陣33ヤードからのファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、出場権は10ヤードファーストダウン点、さあまず中央へのワンプレー、まず中央にくさび打たんと、まずテールバックにボールを持たせ中央トップを図りました。このランにより約6ヤードのゲインとなっています。ボールキャリアは27番笠原君、
まず最初のキャリー果たしましたのは24番の前田のようです。ゲインは約7ヤードとなっています。静岡ファルコンズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り3ヤード。静岡ファルコンズセカンドダウン3、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離3ヤード。さあ再び中央行った、攻撃権更新ファーストダウン。まず最初のランプレー2つ重ねまして、攻撃権を10ヤードトータル稼ぎまして更新いたしました。見事攻撃権更新果たしましたのは27番の深澤でした。最初の地点から10ヤードトータル稼ぎますと攻撃はリセットし1回目になります。従いまして静岡自陣48ヤードからのファーストダウン点、1回目の攻撃に戻ります。静岡ファルコンズファーストダウン点、さあさらにランを重ねます。今度は初期のフォーメーションからランニングバック、2番に入るファストを見せかけその裏を突くようにランを決めまして、見事攻撃権更新になっております。静岡ファルコンズファースター、ランニングバックを交互に変えまして攻撃ランを展開していきます。ランニングバック2番は鈴木でした。さあ相手陣に入りまして、相手陣43ヤードからのファーストダウン点。さあ長野としては何としてもここで食い止めたい。静岡それを押し切るか。パス不成功、ナイスディフェンス。ここでオフェンスは開始点から後方より一度だけできる前パスを確保しました。相手の裏を掴んというところですが、これは長野5番が見事にパスカットしまして、パス不成功としました。前パスは失敗しますとボールは元の位置に押され次の攻撃に変わります。従いまして静岡攻撃一つ失いまして、2回目の攻撃セカンドダウンに変わります。静岡相手陣43ヤードからのセカンドダウン点。さあランプレーを今度は投入しました。アイフォーメーションからテールバックにボールを渡せ中央へのクロスプレー、相手ディフェンス粉砕し一気に中央を突破しまして約6ヤードから7ヤードのゲインに変えております。約7ヤードのゲインセカンドダウン3、しかし攻撃権更新にはまだなっておりません。3回目の攻撃に入ります。失礼しました、サードダウン3。静岡ファルコンズサードダウン3、ボールオン相手陣36ヤード。ナイスラン、ファースラン。今度はテールバックにトスをし左オープンつかせんとするところ2番切り上がりまして見事攻撃権更新になりました。静岡ファルコンズファースラン、素晴らしい判断で攻撃権更新しましたのはランニングバック2番の鈴木でした。さあラン重ねまして着実に前進し、静岡相手陣26ヤードにボールを進めました。この位置からのファースラン点と変わります。さあ長野非常に得点が奪われかねないという厳しい状況になりましたが、ここでサビを打つことができるでしょうか。静岡ファルコンズファーストダウン10。さあランを重ねます。今度はカウンター気味に右にランニングバックを投入しまして、これが決まり約6ヤードのゲインとなっています。26番は鈴木です。約7ヤード進んでセカンドダウン3、静岡フォルコンズ相手陣18ヤードからのセカンドダウン4。チャット欄メッセージありがとうございます。南口東屋の、TRGB 3番様、メッセージ撤回されましたが、ぜひ忌憚なくメッセージをお願いいたします。東屋おじさんさんもメッセージありがとうございます。シモンヌさん頑張れ、おそらくこれは静岡ファルコンズのシモンヌ選手のことを指されていると思います。2ヤード、1ヤードぐらいのゲーム。さあその間ランプレーを投入しましてさらに前進を図っております。しかし攻撃権更新にはなっておりません。サードに変わります。さあ長野ここで食い止められるか。静岡ファルコンズサード2、
さあ抜けられる、タッチダウン。ここでランプレーで一気に来ました。ナニバック26番ハンドオフを受けまして、そこから右にオープンへカットバック、相手ディフェンスをそのまま一気に総力で振り切りまして、エンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。今のランプレーをつきまして約15ヤードの静岡ファルコンズランプレー重ねまして先制となります。タッチダウンを上げる形に成功しております。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。このキックが決まりまして1点追加、長野ブルーパース0点、静岡ファルコンズ7点。まず静岡が先制となるタッチダウンを上げる形を決めまして、その試合の主導権をまず一つ握る形になりました。ここまで好調のランプレーをこの最後のプレーでも見事に決めました。ハンドオフから中央駆け抜けたランニングバック26番、そこから右にカットバック切り、相手のタックル振りほどき、そのままエンドゾーン飛び込んでタッチダウンとなりました。見事なラン披露しましたのは26番の鈴木でした。さあまず先制のタッチダウンを挙げました静岡ファルコンズのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い得点を上げた側のキックオフで試合再開となります。従いまして失点をした側は必然的に次の攻撃を得やすい形になっています。このあたりが攻守はっきりするアメリカの競技らしい、そのような配慮となっています。さあそのキックオフを、静岡務めますのは11番の富永のようです。静岡ファルコンズのキックで試合が再開されます。さあ長野これをリターン試みますが、このキックの位置が非常に微妙な位置だったために抑える程度にキックを逃した。しかし自陣31ヤードを確保し、この位置から長野の攻撃と変わります。自陣30ヤードよりファーストダウン10。さあ先制を許す形になりましたが、長野ここより反撃に入ります。東谷おじさん様メッセージありがとうございます。ナイスタッチダウン&キック、ランが止まらないというメッセージありがとうございます。非常に順調なラン攻撃が先ほど静岡ファルコンズ繰り広げられました。さあ長野はどのようにそれを返すでしょうか。自陣30ヤードから長野ブルーパーズファーストダウン10。自陣30ヤードにファーストダウン10。クォーターバックは12番南君。さあまずランでいった、同じくランから展開を図らんというところになっています。しかしこれは静岡の対応よくゲイン1ヤードに留めております。ゲインはほとんどありません。これはラインバッカー、14番でしょうか、素晴らしい、34番ですね、見事な対応しました。静岡34番は中山です。長野ブルーパーズセカンドダウン内2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は9ヤード。今度はフルバックのダイブプレー、ブロッカータイプの選手に早いタイミングでダイブを投入しまして、ゲインを稼ぎました。イタリア1番タックル受けましたが約2ヤードから3ヤードゲインとなっています。果敢なランを展開しましたが1番の南でした。3ヤードのゲイン、サードダウン、ファーストダウンまで残り7ヤード。長野ブーパーズサードダウン7、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は7ヤード。インターセプトはここでパスプレーにより突破を図りました長野ブルーパーズ。しかしそのパスを取ったのは静岡ファルコンズ。これなり攻撃権を移りまして攻守交代、ターンオーバーで静岡ファルコンズに変わります。ここでパスを投じました長野、これにより攻撃更新を図らんというところでしたが、それを取りましたのは、静岡ファルコンズのプレイヤーでした。
見事なインターセプトによりまして攻撃を奪取しましたのは静岡ファルコンズ29番の佐藤でした。さあこれにより相手陣41ヤードから静岡ファルコンズファーストダウン、敵陣40ヤードよりファーストダウン10。さあここでランニバックに塗装し右オープンつかせんというところ、しかしキャリア3番がこれをジャンプしました。自ら確保しましたが、しかし抑えた地点までという形になりますので、結果的に2ヤード後退する形になっております。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。さあ2ヤード下がりました。静岡ファルコンズセカンドダウン12、ボールオンは相手陣38ヤードの位置にあります。42ヤードの位置にあります。さあこれは長野大してです。ラニバックにトスし左オープンを静岡つかせんとしましたが、ここに長野ディフェンス陣殺到、さらにロスを奪いましてサードダウンに変えます。長野もここに来てようやくエンジンかかり始めたが、ディフェンスは圧力を上げてまいりました。13ヤード、静岡ファルコンズサードダウン13。さあ攻撃権をこの1回で更新できるでしょうか。長野これを食い止め、チャンスを作り出すことができるでしょうか。ここでクォーターバックならばファストミッションでキュービードロー、自らの足で攻撃権更新を図りました。しかしそこに長野ブルーパーズ11番見事に対応し、このプレーを阻止しフォースダウンに変えます。見事にソロタックル決めましたのは長野ブルーパーズ11番の田口。フォースダウンに変わります。フォースダウン、さあこれによりまして静岡はフォースダウン最後の攻撃権になります。この1回どのように攻するでしょうか。フォーメーションを変えました。パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図る策です。しかしこれはパントによりまして攻撃放棄を意味します。このパントはパンターシャンクしました。高く舞い上がりましたパントを結果的に陣地を返す形にほぼならず、長野ブルーパーズ陣35ヤード付近で攻守交代となります。攻撃権変わりましてテイクオーバー、長野ブルーパーズに攻撃権変わります。さあ長野ここはディフェンス踏ん張りまして攻撃阻止して、静岡攻撃を阻止しました。ボールオンは35ヤードの力の長野の攻撃に入ります。さあ地元の大応援に支えられまして長野ブルーパーズ、ここより攻勢に入れるか。自陣35ヤードから長野ブルーパーズファーストアンテ、信州大学の選手による応援レッスンありがとうございます。中央突破がありました。キャリア3番見事に約5ヤードから6ヤードゲインを獲得しております。ボールキャリア8番、失礼しました、キャリアが8番でした。浅山です。長野ブルーパーズセカンドダウン4、ボールオンゲイン41ヤード。さあこれこそホームタウンのアドバンテージでしょう。さあ公園この声援に応えられるか。セカンドダウン4、中央行った、攻撃権更新ファーストダウン。この声援のように中央突破しまして8番見事攻撃権更新になっております。長野ブルーパーズファーストダウン、見事攻撃権更新を果たしましたが、長野ブルーパーズ8番の浅山です。さあ上への洗礼を浴びる静岡、これを食い止められるか。この勢いに乗るか。長野ブルーパーズ自陣48ヤードからのファーストダウンって、長野ブルーパーズ自陣47ヤード付近よりファーストダウン10。ここで一気に奥行った。クォーターバック12番プレイアクションからロングパス、ターゲット11枚のパスを投じましたが、しかしこれは静岡ダブルカバーで阻止し、パス成功に変えております。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。
野ブルーパーズパスが失敗、まだ1勝1セカンドダウン、長野ブルーパーズセカンドダウン、セカンドダウン10ボールオン自陣48ヤード。縦に切り上がり、その逆サイドを突き出して一気にビッグゲイ、相手陣21ヤードに迫る素晴らしいランで攻撃権更新になりました。長野ブルーパーズファーストアンテ、見事攻撃権更新を果たしましたのは8番の浅山でした。いや22ヤードのラン、さあ声援に乗って一気に相手陣入りました。長野ブルーパーズ相手陣22ヤードからファーストアンテ、成功、約5ヤードのゲイン。ここで右に展開していたレシーバー23番でしょうか、パスを通しまして約5ヤード獲得しております。確実にこのパスをキャッチしましたが23番の上本でした。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、長野ブルーパーズ0点、静岡ファルコンズ7点、攻守双方向きを変えましてこれより第2クォーターに移ります。